どうもスカイピースイエーイプールで24時間生活プールに来たよ。今8時55分なんですけども、はい、9時からスタートして明日の朝9時までプールにいなきゃいけないという企画、はい、今回は褒めてほしいプール24時間なんて、うん、過酷な企画僕は出しません、ね、今回満を持して夏なので24時間企画やろうってなった時に、うん、まあ、夏だからプールでしょって。いやちょっと素晴らしすぎて脱帽です。どうもこんにちは。じゃ中身は全部じんたん考えてくれてるんだけど過酷にしてます。9時になった瞬間ここに入ります、うん、そしたら明日の9時までこのプール内から出ることはできません。おしっことかも食事とかも全部中で済ませてください。それ冠婚葬祭も全部中でってこと。全部ですチームが支えてくれてるんで、ね、おむつがあったりとかいろいろプールを汚さないようにはするんですけども、うん、このプールの中で絶対実際に全部済ませ。おー、それが明日の朝9時までと。もうそれだけ俺が考えたルールは、ね、あとは任した。でそれも聞いてですね、はい、まあ、いろいろと用意してるんですけども、このプールのルールなんですけども、はい、意外と汚して OK らしい。ご飯とか食べたりさ、おしっことかしてもちょっと跳ねちゃったりしてプール汚れちゃうかもしれないじゃん。今回実費で水張りましたし、おー、実費で掃除入れました。うえーい、なんで大丈夫です。やべえ、おしっこ来て、ちょっと靴も脱いで、俺もおしっこ来てし、お腹すいた。寝てはいけないわけじゃないけど、やっぱ24時間っていうのはドキドキして、ドキドキして、昨日とかももう、あー10秒前10あ、10あ、10やばい、5秒前4止め、3いや、結構低く、浅いらしい。1、0。うわー、冷たー、冷たい、寒い、寒い、これ24時間はやばい待って、温泉じゃねえからだ。氷水ぐらい冷たい。今日めっちゃ暑いのに。ああ冷たい。頑張ろう。頑張るぞ。さすがに寝るとかもここってなるともう絶対体調崩しちゃう。そうですね、危ないですね。危ないのでやっぱりご飯を食べる時とか、はい、トイレをする時もあります。クソデカ浮島用意しました。これが俺たちの24時間の家みたいなもんなんで。そうそうそう、拠点です、拠点。うわ、でかい。ああ強い。ここでは足がつけれるよっていう。何それ、いらねえ。いらねえね、お前ここで寝転がりたかったのに。上は上で熱すぎてる。あ、めっちゃ動くやん。過ぎるということで、ここに日よけがあると。あ、そっちで。暑い。あ、すごい。あ、めっちゃ楽、これ。これ涼しいわ。足のやつ意外といい、うん、めっちゃ楽しいもん今。これ釣られてくんの。釣られてきますよ。こんな楽しいのに。今時刻は4分経過しました。うわわ、もう全然。え、だって今日はさ、別にさ24時間企画だからといって寝れないっていうわけじゃないんですよ。あ、そう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 、ね、寝てもいいんですけど、まあ寝れるかっていう。あ、まあ確かにやばいね。クーラーとかもないからね。別に服がどうなるかですね。うわー、いや、まあとはいえね、いろんなことを僕用意してるので、はい、楽しみにしておいてください。でもまず僕お腹空いたんですけど、あるんですか朝ごはんとかって。ございます。イエーイ。朝ごはんはですね、なんとすごいです。クーラーボックスが用意してあります。開けていいですか。もちろん。オペニオン。オペニオン。うわ、氷、蓋、あ作れるかということで、プールの上で朝ごはん作ろう。まあ今ないんですけども、コンロがございますと。せっかくプールに来たんで、朝ごはんをプールの上に浮かせて、そしてプールに入りながら朝飯を食うっていう絵も撮ってみたいなっていうことで。なんじゃそれ。お昼ごはん買ってきて。はーい。コンビニの弁当でいいや。チームは頼む。温めといて。はーい。あまりにも出過ぎやろ。おい。こっからこすぐ行けないから。え、じゃあここで作るってこと。はい、じゃあコンロ取りに行きましょう。すごい。めっちゃ進む。疲れたー。チームからコンロの支給です。オッケー。朝ごはん作ろう。よいしょー。アドファミックスしましょう。行きましょう。油とかもないんで。ないね。油とかもない。うわ、すごい。え、新しい絵これ。うわ。かわいい。
新しい絵すぎるでしょう。すごいよこの絵。おはははは、おもろ、全部がおもろい。これプール場ってだけで、あ、うまそうやん。ちゃんとこういう TikTok 感している。ね、雑やな。やばい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 、助けて助けて、やばいやばい、食料だぞ。ちょっと待って、やばいやばいやばい、危ない危ない危ない、俺本当に動いちゃうから。やばい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 、どうしようどうしよう、やばい、怖い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 。うわ、でもいいな、楽しい楽しい、すごい楽しいね。でも検証ですよね、24時間いても楽しいのか。24時間ってやばいからね。だって明日で、明日の今頃までいけないでしょ、ずっと寿命削ってやってるわけだから家族とも過ごせたであろう日を頭だよね、やっぱり周りがね、痛っ周りが柔らかいからね。かっこいい。うぃー、片手こういう感じならしちゃった方がいい。うぃー、チャーハンだ、マジで。あ、うわー、すごい、すごいね。よっしゃ、うまそう。さあ、完成しました。ファー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 です。いただきます。実食。カリカリしてておいしい。そうだ、てよくん、せっかくプールに来たんじゃないですか。はい、食事をプールの上でしましょう。プールの上でしてます。俺たちは今水に浸かってないよね。はい、水に浸かって食べる装置を用意しております。はい、ということでですね、こちら見てください。じゃじゃん、何これ。フローティングブレックファースト。はい、フローティングが浮かぶ、そしてブレックファーストは朝食ということでですね、これをプールの上に浮かせて浸かりながら今浮かせてみてください。いきます。おもろ。あんな雑だった料理がむっちゃ豪華に見える。すごい、料理が運ばれていくよ料理が運ばれていってる。じゃあいいですか、はい、初のプール上での食事。初だね、人生初。いただきます。一層にうまい。ごめん、俺足先の感覚ももうねえよ。うまいもん。シシ、いただきます。すごい面白い。うわ変な絵、うまこれ膝ついてるのそれ、うん、そうやって腕やってるから。銀さんのお弁当隣の島行っちゃう。いや、このプール24時間企画の2週間前がきつすぎて、ブラック企業と思って。俺と銀さん会社員だったらめっちゃ仕事できると思う。確かに。でも俺自信ないな。バイト居酒屋でしてたけど使えなかったもん俺いわゆる使えないバイトだったもん俺。居酒屋でバイトしてて土曜とか金曜がめっちゃじゃん。その時に入りたての女の子が忙しすぎてそのチーフみたいな人に怒られたので泣いちゃってて、うん、で泣きながら接客してたからそこ担当じゃなかったんだけど、大丈夫俺変わるよって言って俺変わったの。かっこよくね。いや、めっちゃかっこいいやばい。そんなんできないもん。お前いいやつか。いや、お前の自慢かいとかツッコミくんのかどうかめっちゃかっこいい下手につくやつ。縦板え、だって俺バイトの時全然できなかったもん、そんなのって。男だったら全然助けない。ごちそうさま。シシ、せっかくなんで、はい、朝ごはんも食べましたし、泳ぎます。泳いじゃおー。やったー。ちょっと、ゴーグル取ってくるわ。あ、泳いでる、それで泳いでるって。大東武前高校出身、プロペラで、陸上は自信なくても、水中の誰にも負けねえ。長屋下高校出身、寺島大輝、辞書にある言葉は、お願いします。誰か。よーい、スタート。飛んで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 。どっち審判遅っ。負けたん。いや、俺ずっと横並びなイメージだったけどこっちにいると思ってたね、うん、最初ふざけてたから、うん、お前やめろよ、なんかその左手使って勝つみたいなバタフライできる。ちなみにできない。あと汚いな唇になんか卵の仕組みみたいにつけてバカか。俺汚いの NG だよ攻撃されてる。ほら、
やばい、超気持ちいい。やばい、さあプール入った人やん。夏にプール入った人。超気持ちいい。バタフライやばい、めっちゃ筋肉使うし、メアについてんなお前キモ。ねえ最悪じゃん、なんか口ゆる汚いし。僕が今助けるよスーパーマン。いやスーパーマン必死、むちゃ必死。スーパーマン助けて、子供たちが下に。任せろ。スーパーマン、スーパーマン、バランスが。じゃあもう一回ゆったりします。ゆったりしましょう、24時間あるんで。しばらくもう休憩です。さあというわけで、まあ次のイベントというか24時間いればいいんですけども、はい、まあ、3時間後まで自由タイムということでインスタライブしようかなと。せっかくプールの上にいたらインスタライブおもろと思って。お前インスタを教えろ。行こう。でも俺が急にこうインスタライブしようっつって、まあ、休める時間なのにやろうって言ってくれてるジンだ。お前が邪魔すぎだろ。来んのかなこれ。こんなの放送見んの。ただいまスカイピースでプールの中24時間生活してます。俺がこの生放送でしたいのはこういつものコメント読みながらじゃないんで、インスタライブで泳ぐっていうのがおもろいなっていうのがあったから、うん、泳いでみましょう。おお。はい。あー滑った。じゃあジンダの対決、俺3秒遅れで出る。今3秒よーいスタート。1、2、スタート。勝ちました。待って、泳ぎの対決ですか。はい、そりゃそうやろ。いやだから一人でもはや泳いでない。あれお前マスクチャクラ使って水上あるの。お前また目くそ出てんの。永遠に目くそ出る。やめてよ。高温注意、 iPhone の本体温度が下がるまで待ちかさ。え、終わった。はい、もう看板ちゃう。おもろ。よいしょ。よいしょ。みなと。みなと。富士山。富士山。本日。本日。おかまに。おかまに。健康。よいしょ。ただいま13時になったんですけども、4時間経過しました。4時間経過。まだたった24時間のうちのたった4。残り20時間。結構な時間をここで過ごしたけどね。ね、もうだいぶ遊び尽くしたくらいまであるんでしょうけど、うん、お腹が減ってきたということで、はい、昼食タイムの前に普通に昼食を食うんじゃ面白くないと、はい、まあ、せっかくだったら俺と手を組んでちょっと軽い勝負をして、勝負に勝った方が今回なんと豪華なお弁当を用意しております。うわ、ジョジョ園弁当。そして負けた方は日の丸弁当、米と梅干しのみです。やばい、だいぶ差がありますけども、で、勝負する内容なんですけども、 25m 早く泳いだ方でしょ。違います。よっしゃ行かない。すみません、負けます負けます。まあこれは何と言おうかな、宝石と言いましょうか。じゃあ宝石と見る子供たちもいますからね。こちらの宝石を、はい、今カメラ持っている高橋真琴ジュニアに。え、もう子供いたん。高橋誠ジュニア、まこちゃんにわっとここに投げてもらいます。はい、用意スタート。ナイズで俺と手を組んでこのジュエル宝物を多く取ってきた方が勝利ということになります。なるほど。制限時間があります。わら、こちら30秒。これ小学校の時やってたよ。得意でしたよ。水中だとどっちが強かったのを見せてあげたいですよね。陸上でこれあんまやんないよ。陸上でシャーンって投げて、陸上ゴミ拾い。あんまやんないか。いきますか。やりましょう。なあ、シッシ。30秒以内に多く集めた方が勝ち。そうです。掃除スタート。最初に金玉潰して動けなくさせて、でもあれ。おばさん誰？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 おばさん誰か。最初はまず投げてもらうだけだね。そうです。せーの、おや。はいはいはい、
時間は30秒。これで弁当が決まります。準備はよろしいでしょうか。あーい、あれだ、あーその弁当ベンチについて、よーい、はい、なし。ジョジョ園弁当を手にしたのは藤枝陣。やあ、24時間企画お昼ご飯日の丸弁当は寺島大きい。日の丸弁当かよ。でも米といいじゃん、米といい。あ、じゃあ水切り勝負に変えようぜ。第2試合水切り勝負まあ、エキシビジョンマッチ、まあ、とりあえず勝利は俺だけども、最初の1位は入れます。3ですね。1、2、3。最初1、ここ3点まで投げるんでしょ。え、あはははは、1、2、3。お、3でエキシビオンマッチだ。エキシビオンマッチ第2回戦1、2、え、2? 2です。あんま飛ぶ1バウンドで1、2、3、4、5、6、7、5ですね。5。え、7のカウント入ったけど7だって。いや、7入れなかった。ジョジョエンベントはどちらのものになるのか。ジョジョエンベント僕のです。え、これジョジョエンベント僕の。まあじゃあジョジョエンサラダ。サラダなくてもね。サラダ、うわ、出すね。ジョジョエンサラダだって手を入れないじゃん、絶対。確かにね。エイリアンさん。1、2、3。あ、うまいわ、君じゃ無理だわ、そんな簡単には縦になってますね、ジンさん。あ、なんだ、横にしたらいいよ、これ。1、2、3、4。えぇ、ー、やばいやばいやばい。9、8、9。さあ、というわけでお弁当到着いたしました。イエーイ。ジョジョエン、ジョジョエン、早く。残念、違います。え、ジョジョメントじゃないです。まずは俺の日の丸弁当。ハッスルない、手だやばいです。シンプルシストっていうより少なない。確かに量少ないかも。それかわいそうだ、お腹すいちゃうね。僕はティラです。うわー、量エグ。え、2つありがとう、パパに実機になる男じゃです。うわー、普通やばい。敵などもついて嬉しいな。じゃサラダやっていこうと思います。サラダもあるの。うわうわー、うまいよね。うわー、嬉しいな。これちなみに値段で言うとテオさんのが約300円、ジンさんのが両方で5000円です。えぐ。えー、じゃあちょっといただきますか。いただきます。待つカット、ワンランライダーと、てってってってレッツゴー。やったー、イエーイ。いただきます。うわー、うまそう。うわー。おい。あの、これはやばいですわ。匂いえぐい。うまい、うまい。マジで幸せ。味がね。お兄さん、お兄さん、ん、焼肉1枚とは言わん。1枚でここをなぞってはもらえないかい。お願い、キモいけど僕の箸でなぞってあげることは可能だよ。ほら、これでだいぶどうだい。うめえ。
惨めすぎてる。僕はじゃあお肉いただいちゃうよ。逆ブーツはやめろ。いただきます。やばいんだ。もっとやるやろ。5000円と500円とかでいいやろ。コンビニ弁当です。負けた方は、勝った方は叙々苑です。いいやろ。おかずなくなってても頑張って食べる時やん。でもテオ君昔臭くってた時期あったんでしょ。誰がうまいやん。お金なくて、あ、友達ん家のご飯食べに行ったんですよ。そうだよ。お前なめんなよ。家族全員臭くってたみたいになるやん。でもさ、シンプル量少ないやん、それ。だからエキシビションマッチやってもいいけど。勝った方はコンビニからなんか買ってきてもらえる。勝負決めていいよ、そっちも。じゃあ、エペックス。あるわ。え？スマブラ持ってきたんですよ、今日。すんの？俺が1勝したら勝ち。テオ君は3勝俺にしたら。なんで？俺ザクレイじゃないよ。正直、君の実力は僕は認める。ついに認めた？どんなコラボ相手が来て、どっちが強いのって聞かれた時に、やってみないとわかんないって、毎回濁してたけど。じゃあもう強いから言ってくれるんだね。まあ、テオ君の方が強いね、って。まあ、まあとかもいらないけど。どっちの方が強いの？テオ君。自分だしな、まあ。これだけでいいけど。だからスマブラ対決しよう。いいね！あれ？セプン？出たお米が沈んでいったわよ。そして、ジンちゃんの右や左足の薬指についたのだ。いただきます。どうですか、5000円のジョジョ園弁当。すっごい幸せ。ジョジョ園弁当の中でも上のランクの方です、それは。あ、そうなんだ。はい。うわぁぁ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 ぁ大丈夫、もう行った。大丈夫。そっち？危ないな。何してんだよ。あっちか、あっちか。危ないだろ。心配してたのは。ごちそうさまでした。もう勝った。はい、ということでですね、テオ君が3連勝したらテオ君の勝利。俺は1勝したら俺の勝利。2にしない、せめて2、3。じゃあ2、4にしようか。4。じゃあ俺が2勝、テオ君が3勝ね。はい。これお裾分けでやるっていうこの難しさがあるからね。死になさい。はは。あ、ガノンドルフは重いから。誰も使ってねえガノンドルフ。あ、終わったんだが。あ、やばい。ジメッツはぁ、ま、いや。はいはい、ヘイヘイヘイ、ジャーニー、せいや、やばい、負けそう。やばい。さあ、よいしょよいしょ。あ、やばい、あ、やばい、怖いよ。えぐい。はーい、ゲットだ。私一勝でございます。よっしゃー。ちょっとこれはお裾分けだと私が慣れていたようだ。ジョーカーパルデナ、これはまずい。伝統の一戦です。えぐい。あー、これはでかい。あー、眩しい。はいや、よし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 。いや、待って、やばい、3分になる。やばい、目を待って。あ、はやちゃん。はい、残念、まだ行きます。ゲローニモン。あ、やった。神プレーン出ました。あー、最悪や。わー、やばい、今1-1。まあ、でもまだ王手に変わりないですから。うまっ。マジか。よいしょ。これでかいよ。よし。うわー、ありえねえミスした。ほら、一緒だ。オッケー。よしよしよし、追いついたわよ。あるぞ。おいしょい。うる。よし。マスクソやつ。よっしゃ、1-1。いけ。
本気がしただなこいつ。まずあれよし。よし風によってよし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 やばい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 よ。ここまで来ましたか。勝てばコンビニ。あやばい見づらいですかね。いや、その光がね、基本的に爆炎がイエス。くっそ死なない。よし死ぬか。いい勝負よ。取らせないぞ。できるんだけど、だるいんだけど。ハハ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 怖すぎた今。勝ちやすいのか。何事か、ね、よし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 やばい。はいはいはい、ある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 。よし勝ったんじゃない？はい、よいしょー。くっそー勝ったー危ねあー OK 勝ちましたー。負けたー。くっそー。じゃあテオくん、はい、コンビニで自由に好きなものを買える券ゲットです。じゃ行ってきます。行くな行くな。買いに行ってもらうよ。なんで行っちゃうの。出れないですから、こっからは。なんと着替えました。着替えました。こちらはなんとオールカジュールの新作です。すごい。これは秋冬用なんで今じゃ暑いですけども、むちゃ可愛いですね。次の衣装としてね、はい、このオールカジュールの新作をちょっと着させてもらっているんですけども。衣装何するねん。何をするかというとですね、はい、このオールカジュールの新作を着てプールの上でリッスン踊りたいと思います。ウェイ。リッスンの MV フル出ましたけど、まあ、ただこの島の上で踊るのでハードモードなんですけども、頑張ってちょっとリッスンのフルを踊り切ろうという企画でございます。今回は俺たち2人だけじゃないです。嘘でしょ。こんなところに、こんなところにリッスンを踊りに来てくれたシュボアンドスグル。よいしょ。熱い。やい。熱い。熱い。熱い。イエイ。もう逆光で顔全く見えない。見せちゃう。見せて。ありがとう。ありがとうございます。来てくれましたけども、はい、来てくれたんですけど、ちょっとね、あの俺たちが浮島で2人で踊るんで、その後ろに2人でちょっと踊ってもらえると。任せてください。じゃあリッスン踊りましょう。イエーイ。私は過ぎてく時の狭間っていうシステム。朝日が見えたと思ったらムーンライトのような。登ってそしてまた落ちて、こうしてまた一人。レッセン。 Turn up the tone my night. 心通り
が見えたと思ったらこのような愛トゥーンタって止まんない。表情とかの余裕ゼロ。いやすごい、ありがとうございます。ありがとうございます。気持ちいい。はい、ということでですね、先ほど行ったスペシャルマッチ、テオくんが優勝したということで、はい、コンビニで欲しいものゲットです。僕朝飯以来何も食べてませんから。いやいや、昼飯食べてます。食べたに入りませんよ。あれは入らないですか。日の丸弁当でしたっけ。うん、少なかったね。あれ日本質素だと思われるわ。日本の美味しい料理いっぱいあるのに日の丸弁当、なんであれ日本代表みたいな。あれ確かにディスられてる可能性ある。寿司出してくれ。あー、ちょっと買ってきたものどうぞ。やったー、おめでとう。僕の欲しいものは一個もない。じゃあ俺がいただきます。何ですか、何ですか、おじさん。一個もないからと言ってあげるとは言っていない。お、涼しくなりたい。水組、はい、どうぞ。ありがとう、おじさん。強っ。お前スナップ聞いていい時と悪い時あるからな。今のはどっち。いい時。イエス。いい。キャン。ウェイ。やっててこの顔だよ。おいおいおい、視聴者と同じ顔すんな。だったらやめろっつう話だよな。お菓子がいっぱい。パリカリコーンチーズ、じゃがりこ、そして焼きそばパン。独特。七チキ。お、七チキ。イエーイ。よかったね。うわー、いいね、油をここで摂取。体に悪いもん持ってうまいよね。なんとちょっとスカイピースから音楽面での発表がございます。何？スカイピースの念願の横浜アリーナ初ワンマン11月22日に発売決定です。もう一回いいですか。スカイピース横浜アリーナのライブが DVD 化しました。11月22日に。下手くそよ。ちょっと待って、ちょっと待って、頼む、任せて。お一発だから、うん、なんと、はい、スカイピースの、はい、夢のステージであった横浜アリーナワンマンライブの DVD が11月22日に発売です。それ素晴らしい。すごいよ。素晴らしいですね。応募件数は、応募件数は89,000。89,000ある中でキャパは約10,000人。そうです、12,000人か。なので来れなかった人が70,000人以上いると。すごい。じゃあ70,000枚くらい売れてほしい。じゃあね、 DVD 70,000枚目指しましょう。目指しましょう。そしてですね、 DVD はね11月22日に、はい、発売されるんですけども、メイキングも入ってるんですよ、舞台裏の、はい、ブルーレイだったら1枚でまとめれるんだけど、普通の DVD だと撮れ高がありすぎて2枚になってる。それくらいのボリューム。ライブがもう3時間以上やってるらしい。ヤバすぎるね。それ行けなかった方だとか、もう一回ライブで感動味わいたいだとかっていう方ね、ぜひ買ってみてください。何日か前にロックパーティー上がってますもんね。あ、ロックパーティーもね上がってます、はい、横浜アリーナの映像ね、はい、それがすごい楽しそうな映像なんで、それを見てから、うわ、こんないろんなの見たいと思った人ぜひ買ってください。女子緊張してとかいろんな小ネタ入ってる、ね、やってます。小ネタっていうか。ネタのつもりね。小ネタない、ネタないけどね。だからぜひ皆さん買ってみてください。はーい。おかしいよね。さっき俺勝ってるよね。焼き肉くれなかったよね。これあげるから。ありがとう。シッシ。6時間経ったぜ。4分の1が経過しました。ずっと楽しい、最高。でですね、ここからまた結局あるんですけども、次の結局は5時からなんで1時間半の足になりますね。こっちに泳ぎまくってください。どこまでこんなに行かせるんですか。マジ？ここはいけるって絶対。はい。惜しい。じゃあ、次で、はい、お願いします。気をつけて。アウトね。一番向いてたね。すげえ、すげえ。頑張れ。いけ、いけ。失敗です。
入りました。おー牧野さん、シャンプー、めっちゃいい匂い。戻ろう。マジやばい。